いやあ、刹那圭介だよ。今回はこのエフレメイっていうゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。これ最初ね、あ、マウス映らんのか。あ、映らんエフレメイ、あ、だいたい一緒か。いきまーす。これか。あ、ゲームの説明してなかった。まあ巷で有名なお化け屋敷エフレメイ、何でもこのお化け屋敷は手作り物をお化けに混じって本物の幽霊が出るらしく、なんと今もこのお化け屋敷をゆらゆら読めてない。まあ今の十字キーとタイトルに戻るやつだっけ。じゃあとりあえず十字キーだけでいけるな。まあこんな感じで今出たようになんかお化け屋敷を探索するっていう、なんか探索ゲーとかじゃなくて、ただ驚かしてくるだけの、その驚かしてくるんで進んでくださいみたいなゲームですね。まあそんな感じなんで、パパと終わらしちゃいましょう。うわー、なんか水着のお姉ちゃん、なんかすっげーセクシー。おー、お化け屋敷にいきなりあんなーって言いん。おおー、ご縁。ナイス回転。これ何か読めんのかな。決定のボタンないけん。お、邪魔じゃお前お前目と目が合う。まだ絵がある。なんでさっき壁に書いてこっちはちゃんと額縁に飾っとんな。で真ん中なんもない。オッケー。本があって、ん、なんかおったよな。白魔道士みたいになん、これもなんか顔に見える。マウス映らんよな。顔に見えるよ、壁に書いとんが。書いとんか知らんけど、ヒビかな。騎士来たー。こういう騎士なんか一家に一台欲しい。一台ちゃうな、一台、一体やな、一体。うん、まあいいや、進もう。なんこれ、うわー、なんかすっげー綺麗に書かれてる。まあいいや。これ決定ボタンないよな。進めんのか。じゃあ戻るしかない。エス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 。進めるんか。あ、ごめん、パリンのところちょっと反応できんかった。まあこのまままっすぐ、今の何？どうも、こんにちは。僕、節電もんです。よろしく、お願いします。あ、まだおる、まだ一人おる。よろしくお願いしますだろ。お願いします。それじゃあ、まだおる。もう言うことない。今なんて言えばよかったんだろう。後ろから吸い抜けてきた下手感。一応この隙間に入っとこう。何もないんや。わあ、あのジブリのめっちゃ黒くて細い人。顔なしとは言わない。お、すごいなこれ。なんかこれ青鬼でも見たことあるけど、なんか映っとる。なんこの赤いやつ、この赤何？ベー、裏子って名前にしとこう。これは時計や、時計や。お前時計や、何お前突っかかってきとんや。時計や、お前横をよけれんな、これ細いけん。わかった、俺がよけちゃるけん。あら、おらんようになってるわだ。まだこんな絵ある。この絵好きやな、このお化け屋敷か。おう、なんか勝手に開いたな。入れはせんのじゃ。おお、今ちょっと揺れたで。全自動の洗濯機か。中で服が
まあ、もう回転して現れようやな。振動でかすぎるわ、新作の割には。なんかある。お、ミイラや。こういうお化け屋敷の定番か。まだミー。今のノイズなんだろう。おう。何やったっけ、暖炉か。男、女、男、女、男、男、女、男、オカマが多分この辺りにおる。まだこの絵ある。この絵好きやな。あ、落ちたわ。貼り付けてあげたけどできんみたい。あ、熊のぬいぐるみや。なんかこういう、こういうのあったな。あ、ごめんごめん、ちょっと道塞いだけど、なんか取れたな。なんかこれ、ほんと魔女の家見たことあるぞ。なんか後ろ通ったな。何がしたかったんかわからんけど、あれ？あれ？道なくね？こっちか。あ、鏡映った。あれ？あ、これすげえ。なんかスネークの気分。めっちゃ赤。なんかバイオハザード2のラストみたい。ほんとこの絵めっちゃあるな。なんて名前の絵かな。にしとこう。 えっていう名前の絵にしとこう。もう思いつかんかったけど、もうそれでいい。また落ちたで。ノリとか何使っとんの、ノリ。 簡単に落ちすぎ。何こいつ。何もないな。真っ赤な道が青に変わる。なんか目があるな。ウインクしすぎやろ、お前。 ウインクっつうか、まばたきやな。先に進めってことか。今の目、なんか意味あった、今の目。当選募集してから回転。何がしたいんや、こいつら。あ、終わり？なんで引き返した、今。作り物のお化けに混じった。本物の幽霊は？幽霊は？開けてボタンいいけど。死んでからずっと、お化け屋敷から出られずに、ゆらゆらと、ゆらゆらと、屋敷の中を徘徊しているのだそうです。だそうです。なんかコツコツ言いよんな。何の音？ピアニスト出てきた。 ピアニストなんか出てきた。ストーリーディレクションエスターさん？サウンドめんどくさいので読まない。このなんかピアニストの音楽がいいな。テンデテンデテテ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 テ
ディ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 
ケー、いいと、オッケー。で、また決定か。はい。年齢 ?19。男性。好きな場所に記録をしてください。で、俺、4日生まれなんで4にしとこう。ヘタレド1だって、やった。多分ヘタレドって高いほど、なんか、悪いイメージがあるもんな。1ってことは、俺、めっちゃヘタレてないってことやん。意味わからんけどね。終わったし。なんか最後の最後で驚かし要素とかなかったんか。これなんかクリア記録残ったけど、これ開いたらなんかあるんかな。何もなかった。何もなかった。まあそこそこ驚いたけんいいでしょう。面白かった。ビクビクしてたよ、こんな声でもね。はい、というわけでも今回はエフレメイっていうゲームをやってみました。まあこんな感じで驚かすだけのゲームってもあるんですね。というわけでまあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次もこのチャンネルで何言おうとしたっけ。週上げ